皆さん、こんにちは。10月14日、霜降り明星の粗品さんが、YouTube の個人チャンネルを更新、ネットで話題のニュースを取り上げる、一人賛否、企画で、ブレイク中の元 AKB48、福留光穂さんを、にわかボートレースファン、と受け取れる発言をし、批判が殺到しているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品さんが、14日に自身の YouTube チャンネルを更新し、現在大ブレイク中の元 AKB48 タレントを、ディスり倒す場面がありました。今回は人気企画、一人賛否を行うことに。同企画は、最近あったネットニュースについて、偏った意見は言いたくないとし、賛否を交えて持論を展開するというもので、全部コントだとしています。そして現在大ブレイク中の元 AKB48 福留光穂さんの話題になった後、粗品さんは仕事欲しさに好きでもない競艇とか競輪をすタレント大嫌いやねんとぶっちゃけます。さらに死ぬほど売れてから実は好きでしたやろ、普通は誰やねんっていう女タレントが番組で勝負しますって言ってやな、1000円ずつとかしか買わんねん、奥負けてから出直してこいやと怒鳴るように吐き捨てました。福留さんのこととは明言していないものの、トークの流れ的に福留さんへの苦言とも受け取れる発言だっただけに、福留さんやボートレースファンからは福留光穂のボート愛をバカにしていると思うと引くわ、福留ちゃんをよくいるギャンブル仕事に手を出すアイドルと思って叩いちゃったか、福留ちゃんのファンはドルオタよりガチギャンブラーや、など批判が殺到。というのも福留さんは24年8月15日アベマのしくじり先生俺みたいになるな公式 YouTube チャンネルで船券で毎日のようにしくじっていると告白するなど、ガチのボートレースファンであることで有名のようです。同番組に初登場した福留さんは自己紹介でボートレースが大好きだと言い、毎日のように船券でしくじってますと発言。20歳になって1年経っていないが、20歳になった瞬間に入会してやってるけど全然うまくいかないと残念そうに話していました。ボートレースはガチの趣味だと言い、全国に24あるレース場のうちこれまでに19箇所を訪れたそうです。平成のぶしこぶしの吉村崇さんは、キラキラしてないもんね、ボートレース場にいるよ、この目をした人と福留さんの雰囲気に納得している様子でした。そして子供の頃からレース場に行くことはありました。キッズルームにおじいちゃんとお父さんがボートレース好きで、それを受け継ぎました。お母さんはあまりいい顔をしないけどと、幼い頃からレース場に足を運んでいたことも明かしました。父親と仲がいいものの、他にもっと尊敬する人がいると言います。それが、ボートレースの毒島誠選手。お父さんは普通に好きです。尊敬できる部分もいっぱいありますけど、尊敬する人といえば、やっぱ、毒島選手かなって思います。毒島選手は40歳になるベテランで、他人に迷惑をかけない、綺麗なレースをする、とのこと。素敵な人で、レースを見れば、わかるんです。まだ、お会いできてないので、会いたい。それがゴール。感謝を伝えたい。毒島選手がいるおかげで今の私があるので、と語りました。そんな福留さんについて、ボートレース記者も、福留さんほどのボートレース知識と、愛がある若い女性タレントはいないと思う。彼女は毒島誠選手の大ファンなのですが、トークの流れで同じくトップレーサーの、峰竜太選手のことを聞かれた際、二人の違いについて、毒島選手はうまい、峰選手は強い、と、的確に評していて驚きました。毒島選手は帝界を代表する人格者と知られ、危ないレースはしないのに、結果を残し続けているタイプ。一方、峰選手は少し、荒っぽいレースをすることもありますが、どんなに不利な状況になっても、最後まで諦めずに果敢に攻めるタイプ。そんな特徴をパッと短い言葉で表現できるのは、
専門記者でもなかなかできないことですよ、と彼女のガチぶりを評価しています。このようにファンや記者もうなる知識とそのトーク力で、彼女が来場するボートレース場のイベントは毎回満員になるほか、出演動画の再生回数も桁違いに多いと言います。前室のボートレース記者は、確かにボートレースのイベントや配信の仕事はギャラが良いため、かつては仕事欲しさににわか好きな女性タレントも少なくありませんでした。でも今はファンの目も肥えてきている上、若い世代のファンも増加したことで、福留さんのようにガチ勢のタレントでないと仕事はなかなかもらえません。逆に粗品さんはお金をたくさん使ってくれる太客ではありますが、ボートや競輪に関しては知識や愛があると感じたことはないですね、とコメント。売上での貢献度は粗品さんの方が上でも、ボートレースファンから支持されているのは福留さんの方のようですね。粗品さんといえば、以前から著名人への過激な発言により物議を醸していました。23年8月の YouTube 生配信では、永瀬廉さんと高橋海人さんの2人だけになったキング&プリンスについて、誰が見るねん、名前も出てこないし、と方言。別の音楽番組でも、今のキンプリなんか誰も見いひんから、と述べ大炎上しました。さらに元スマップの木村拓哉さんについて、フジテレビの廊下で挨拶した際無視されたというエピソードを暴露。5月6日の動画では、木村の身長は高渉 176cm だが、ドラマ「ビリーブ君にかける橋」のインスタグラムアカウントが公開している共演者と並んだ写真を見ると疑わしいという趣旨の記事を紹介し、遠近法やバカタレ、あのキムタクやで、なんやったら低めに申告しとるわい、ほんまは177やあの人、と言い、どうでもええねんこれは、だから彼の身長について詮索するのはもうやめましょう、別にどうでもいいですからね、お願いしますね、と述べた上で、ただ俺が一回フジテレビで挨拶無視された時に、この距離で至近距離でキムタクと目合ったけど、そん時の俺の首の角度が相方のせいやと目合ってる時より下やったな、はい、これ新証言出ましたね、と噂になっている木村さんの低身長疑惑について言及しました。他にも元雨上がり決死隊の宮迫博之さんや、ジャングルポケット太田博久さんの妻でモデルの近藤千尋さん、安子さんへの不適切発言で炎上中のフワちゃんなど、誰彼構わず噛みつく様子に嫌悪感を抱く人も続出しています。しかしネット上では批判され続けている粗品さんですが、テレビ業界やお笑い業界では再評価され始めているそうで、 YouTube で様々な有名人に喧嘩を吹っかけているものの、現段階では問題視されていないとか。ある制作会社関係者は、粗品さんの場合は狙った上での炎上ですからね、しかも毒を吐くのは自分より格上のスターや先輩芸人、人気者ばかりで一般人は攻撃しません、第二のフワちゃんにならないとは言い切れませんが、現状は問題ないという判断ですね、とコメント。また業界関係者では、粗品さんは令和のダウンタウンと期待されているようで、ある放送作家は、ダウンタウンがお笑い業界の掟をぶち壊して新しい道を切り開いてくれたように、コンプライアンスの強化などでがんじがらめの令和のお笑い業界の閉塞感を打破してくれているのはすごいの一言。ネタ見せをすると、粗品さんに影響を受けまくっている若手芸人がゴロゴロいますよ、と言います。粗品さんの他者への攻撃は見ていて気持ちがいいとは言えないですが、業界内外で評価は高いだけに、フワちゃんのような不適切発言だけには気をつけてほしいですね。いかがでしたか？今回新たに標的にされた福留さんでしたが、福留さんがガチのボートレースファンであることは、福留さんのファンにもボートレースファンにもすでに認知されていたようで、
今回ばかりは福留さんが一枚上手だったようです。粗品さんの暴走はいつまで続くのでしょうか。これ以上犠牲者が増えないことを祈るばかりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。